上海のあるビルのエレベーターパネル。13のほか4を嫌って4と14が除かれている。意味数とは、不吉であるとして比される数や番号。意味版とも言う。ジンクスの一種で迷信ではあるが、社会的に定着すると心理面、文化面で少なからず影響を及ぼす。また同じ数字でも、文化や考え方などによって、意味数とされる場合もあれば、 基地数とされるる場合もある日本においては、4は、4、9は、9に通じることから、これらの数が意味数とされる。日本のナンバープレートでは、登録番号の下2桁が、42となる自動車用、ナンバープレートは、希望ナンバーの場合と在日米軍向けを除いて、交付されない。また、鉄道車両の番号、バスの車両番号などでも、4や、42、 49の使用を避けることがある。競技場や空港のゲートでも4を避けたり、ホテルや病院、マンションやアパートの部屋番号などでも1の位が4となる号室を設置しない場合がしばしばある。また駐車場でも4、9の番号を飛ばすことがある。大阪府先市庁舎は55階まであるが42階が存在しない。 日本プロ野球の背番号としても同様の理由で避けられるが49は石川慎吾や古谷友人などが着用する。逆に MLB では42はジャッキー・ロビンソンの功績に基づき全球団で永久欠番となっている特別な番号であり、米球界でのプレイ経験を持つ選手、中でも特に黒人、ラテン系の選手が NPB 席に伴ってこの番号を選ぶことが多く、日本人選手でも、坂口智隆や石川雄洋がこの番号を選択している。総裁業者の電話番号は44 44や、4444や、1142、4142、4242などの語呂合わせとすることもある。3も、無語に通じることから寄否されることがある。 大日本帝国海軍では潜水艦の看板号に3もしくは3の倍数の数字が付く艦は不吉というジンクスが存在し有名なイ33などがある。カナダのバンクーバーでは2015年7月の新築物件から正しい回数を表示することを義務付けた。意味数による回数表示の除外が災害時の消防活動や 救助活動に支障をきたすことを理由としている。英語では、11や111のピンゾロがスネークアイズとみなされ、意味数とされ、獣の数字666よりも11や111が嫌われるようになった。また、1階では110号室の隣を112号室とすることがある。それに対しヨーロッパの建物は地上階の上が2階になり、 一階を作らないこともある。ベトナムでは3が、無語に通じるとして、意味数とされ、死に通じる4よりもこちらが嫌われてきた。稀に結番されることがあり、2階の上を5階にする、ことがある。なお、3が、無語に通じるとみなされることは、他国でも例があるが、3が意味数なのはベトナムのみである。四のあざ、ベトナムも参照。漢字文化圏において、 漢字の四は、死と同音あるいは、類似音であるため、意味数とされる。また、日本語では、四十二が、四に、四十九が、四九、または、四十九に通じるとして、意味数とされる。中国では、語が無に通じるため、意味数とされることがある。五十四は二つ意味数が重なっているが、関東語では、語四と読めるため、演技が良いともされる。日本では、 九の音読みの一つ、九が九に通ずるため意味数とされる。日本以外の漢字文化圏では、九と九の発音が異なり意味数とはされない。関東語や台湾語などでは、犬と同音であるため、不要意に話すと侮辱とみなされる場合もある。逆に、北京語では、同音の九に通じるため吉数とされる。韓国語でも九と九は、発音が異なるが、固有語の、は、 最悪に通じるとみなされるため、旧のつく年齢での結婚、引っ越しなどを忌避する傾向がある。西洋では13を意味数とすることが非常に多い。理由としては、宗教的要因など様々な説がある。西洋では建造物に13階がないことがしばしば、ある。中国語では14が重視や実施に通じ、また4が、用紙や用紙に通じるため、意味数とされる。 イタリアでは17が意味数とされる。17をローマ数字で書くとセブンティーンとなり、これを並べ替えるとビクシーとなる。ラテン語でビクサイはビボ。私は生きているの時期説法官僚にあたり、私は生きることを終えたという意味になるからである。13と同様に建物の座端や部屋番号などに置いて飛ばされることがある。その他、イタリアの航空会社。 アリタリア航空の航空機には客席に17列が存在しない。フランスの自動車会社ルノーは R17 という車種をイタリア向けには R177 として販売している。中国では250を表す205がアホー薄のろ、間抜けを意味する因語であり、人を罵る表現とみなされる。銀500両を一風としたことに由来し、 250両を表す半符が半に通じるためとされている。そのため、買い物関係では250元を避ける傾向がある。海外では420がマリファナを意味する因語であり、ホテルの420号室をマリファナの取引会場にされたり、マリファナ愛好家がたむろするなどの被害があったため、アメリカを中心にホテルなどでは420号室を 結番とすることが多い。新約聖書、ヨハネの目視録に、ここに知恵が必要である。資料のあるものは、獣の数字を解くが良い。その数字とは、人間を指すものである。そして、その数字は666である。と記されている。そのため、キリスト教圏では、666が悪魔の数字として、意味数とされる。語では、 9413は、九死一生に通じ、意味数とされる。なお、北京語ではこれほど発音は似ていない。九死一生は、寸でのところで死を免れる、危機一発の意味で使われることもあるが、この場合は、文字通り、10回中9回死ぬという意味である。ありがとうございます。